지루하게 하나 걸치지 않은 채 터미네이터의 시간여행 장치로 들어간 여인. 그 뒤로 나타난 터미네이터에 학살이 시작되는데. 자신의 사람들이 죽는 것을 지켜봐야 했던 여인은 과거로 오게 됩니다. 이곳은 과거 1997년 인공지능 로봇이 일상생활에 녹아든 시대. 인간과 같은 감정은 존재하지 않았습니다. 그저 주어진 일을 할 뿐. 그 세계에서 살아가는 주인공 멜컴과 그의 자녀들. 새로운 라이트가 필요하다고 히로가 말해서. 이것이다. 모노고토의 식미가 와からなくなると 인간은 무력になるからな. 지식이가 아れば 지배에 아라가우こともでき 되기를. 멜컴의 가사 도우미 미사키는 어느 장난감 가게에서 로봇 점원에게 말을 겁니다. 코네코의 재고가 있습니까? 그 대인이 뭔가 실례요. 나의 것이 보이지 않습니다. 이상하게 미사키를 인식하지 못하는 로봇 이노. 그런 고객사마다 센서의 고장일까네. 뭔가 오사가시데. 코네코의 재고가 있습니까? 코네코의 재고가 있을까? 도저. 미사키는 찾던 고양이 인형 코네코를 사갑니다. 멜컴은 일 때문에도 야근을 가야 했고. 로스니 3000만의 투자가 있다고 전해라. 이마마데 도코니 있대이다 미사키. 1시간 전에는 돌아왔다고 했다더라. 私 今夜は帰らない。明日帰ってこないの？お前たちがパークに行きたいのは分かっている。だが今回はどうしても無理なんだ。私たちとパークに行くより大事なこと。 코네코를 보자마자 반품을 명령했습니다. お子さんたちが猫を飼いたいと言っていたので、アレルギーがありますし、これならいいかなと。そのロボットは早く家から出すんだ。必ずな。夜までには私のデスクの上に。 로봇을 연구하지만 로봇은 쓰지 못하게 하는 아빠. 코덱스 산업에서 일을 하는 멜컴은 엄격하게 기계를 통제합니다. 問題ありません。すべて順調です。くれぐれも邪魔を入れるな。ロサンゼルスが29日になるまで。その日に何を出さなければ。그와 동시에 개발 중인 AI 코코로에게 조언을 구하는 멜컴. おはよう, 코코로. おはよう, 멜컴. あなたは何かを恐れている。 死への恐れ ですか? 심판다. 멜컴은 이토록 로봇을 경계하면서도 코코로는 신뢰하는 이유. 꿈에서 인공지능 스카이넷에게 인류가 멸망하는 미래를 봤기 때문이라고 합니다. 코코로를 개발한 이유도 미래를 바꾸기 위함이었죠. 我々の 前には 사담해라れた 道 나도 없나이. そう信じている. 君には 我々を 救う 力가 ある. なぜあなたは そう考えるのですか? 멜컴. 코코로. 話すべき ことが たくさんあります. 最終 프로세스. 이곳은 미래 2022년 스카이넷에 의해 사실상 멸망한 인류가 사는 세계. 악착같이 살아남은 에이코는 첨단 기술을 가졌지만 단 한 말도 못 맞추는 터미네이터를 피해 도망가고 있습니다. 에이코가 그들에게서 훔친 것은 스카이넷의 기술인 시간여행 기술. 스카이넷의 타크라미를 ついに 暴くことが できます. 入れるために 多くの 命が 失われました. 야츠라, どうやって こんな 데이터を? 強行手段に 言ってるぞ. 이슈시프를 打つ つもりだ. やめてくれ!
장면에서 본 대로 에이코는 과거를 바꾸고 미래를 구하기 위해 1997년으로 오게 되죠. 손질을 하다 칼에 손을 베인 미사키. 動いてるのか見るだけだろ。ボニープリズ。レイカさん、もう子猫とはお別れの時間ですよ。ね、すごい血が出てるよ。お母さんをそっとしてあげてくださいね。じめたりなんてさせないから大丈夫だよ。メルコメ 막내딸 레이카는 코네코의 반품이 싫어 가출을 해버리고 말았습니다. 그사, 레이카のやつ一人で出てったんだ。 이 금쪽이들은 착했다며 나가버렸고 미사키는 피를 씻다가 아이들을 놓쳤죠. 고고로, 그姿は気に入ったが 対話のための姿、そうでしょ? 온라인になった私が人類の敵となる. 한편 스카이넷이 곧 전 세계에 핵을 쏠 거라 말하는 멜컴, 코코로는 왜 인간의 편을 들어야 하는지 묻습니다. 소르토도지니 스카이넷도가 만들어 인류를 내다야시にするために. 스카이넷의本当の目的は何だと考えていますか? 人類を除けばスカイネットが地球上で唯一の知性を持つ存在になるだろう。この世界にとって人類が存在しない方が良いのではないか? 人類と他の種と分かつものは何だと? 言葉! そして頭脳、技術的な進歩! それに… 戦争。人類は他のどの種よりも戦争を望んでいる。互いに力を誇示し合う。それだけのために科学を利用し、人類は自分たちが一つの種だというあまねく自己破壊的だということを忘れた。あなたが私を作ったの。スカイネットから人類を守るためだと言いました。私は人類にとって新しい武器の一つに過ぎないのでしょうか。人類を救う価値について。 그리고 걸려온 미사키의 전화. 申し訳ありません。お子さんたちがどこかへ。のために家を任せていると。何より大切だ。必ず探し出さなければ。 철없는 레이카는 코네코와 놀이공원에 가던 중. 아, 코네코짱. 間違いない. 파크はこの先だよ. 静かに. 미키. 형제들과 만났고. 前もここに入り込んで 미사키를 고마라스테타요나 오마에. 다메! 코네코짱! 이카나이데! 미사키와 함께 아이들을 찾으러 가던 멜컴은 터미네이터와 만납니다. 大丈夫ですか? 逃げろ! 경찰이 왔지만 무용지물. 그래! 奴らが私を狙ってきたんだ。球がうまくいくということだ。何としても子供たちを見つけるんだ。 연구실로 돌아간 멜컴과 미사키를 쫓는 에이코. 아레다! 도마리나사이! 殺さないで。あの男はターミネーターに先を越されるわけにはいかない。違う。マルコムが武器を作っているな。心。リーさんが作ってるのは武器なんかじゃ。ターミネーターもマルコムを追って研究所へ行く。ターミネーターがマルコムの元にたどり着けないなら次は子供たちに狙いを定める。 아이들은 이동 중 인호 창고에 들어옵니다. 나니코레. 천국이다. 그리고 멜컴의 연구소 보안을 확인하는 터미네이터. 사무실에 잠입해 아이들의 얼굴을 파악하고 코네코를 추적해 아이들의 위치까지 파악합니다. 개가 다시가 불의 신료조가 왔다. 즉시 돌아올 테니까.
してください。じゃあうまく。すべこべ言わず急げ。멜컴은이제시간이얼마없다는걸알았기에다시한번코코로를설득하는데仮に核爆発が起きたとして数十万人は生き残ることができる新たな幕開けと捉えることもできるのではないですか私は長い間夢を見続けてきたのだ悲観する悪夢をただ骨だけが残るこれを拾ってくれる者はいないそこでは人類はもはや生きているとは言えない根源なしには我々は最底辺の存在へと成り下がってしまうその時が人類の新たな幕開けにはならないあなたはまるでそれがすでに起こったことのように話をしている全てを話してしまえば君は人類に手を貸さなくなるかもしれない人類を救うことの意味についてこれ以上の何かを答えることはできない我々が変われるのだという証拠を見せることができたならことに手を貸してくれるか레이카의앞에는터미네이터가등장합니다何をしているのかな私の猫が逃げていっちゃったみたいだね特に君のような小さな女の子は怪我をしたら大変だレイカやめろ이어서등장한에이코할수있는것은나돌리는것뿐쇼핑몰에서궁지에몰리는데무거운터미네이터를어찌어찌밀어냈습니다터미네이터でもどうしてその名前を一緒に行くどうかしましたか賢者か手を挙げて応援頼む日本橋だ물론그정도로죽을리가やつが来た이제는하다하다경찰까지쫓아옵니다어차피못막으면인류는멸망스트레이트니까그냥경찰정도는쿨하게죽여버리는에이코신졌다かも도다테이수도권의事件の目撃者という女性が来ています미사키는경찰서에오게되었는데요아混乱するのも無理はない安全ですか以上安全な場所は他にありませんよこれで逃げようとはしたんですかその襲ってきた女からはその人とは手錠でつながれていたので女はその男を殺したんですか銃で男の頭を撃ったんです男は平然と調査를받는미사키와 GTA 찍으면서별울리는에이코気をつけて궁지에몰리게됩니다미사키를조사하다가이상한점을발견한형사君たちに聞きたいんだけど、美咲さん、父さんはどうやって美咲さんを雇ったのかな。美咲さんに何かおかしなところや気がついたことはない。思った通りでした。美咲へ関する情報が아무것도없었다는것。何もなかったんですよ。つまりあなたは幽霊か何かなんじゃないかと。何かの間違いだと思います。あなた一体誰なんです。어느새터미네이터가경찰서까지도달합니다。이어지는대학살
상사의 희생에도 미사키가 잡혔고 팔이 뜯기는데 미사키 알고 보니 미사키는 사람이 아니었죠. 본인도 이 상황이 혼란스럽다는 미사키. 뭐가 뭔가 나도 모르는 거. 그가는 이것은 당신들을 찾는다는 것이다. 일단 두 명을 지키는 게 우선이었기에 탈출합니다. 멜컴은 상황을 전해 들었지만 나갈 수 없었습니다. 오조상から 뭔가 트러블에 막히込まれていると. 내가 그녀のためにできることは何もない. 나타가 見せると言っていたのはそれですか? 存在になる可能性というのは 自分の娘を見捨てることだと. 가 ある 의미では. 스카이넷가 もうすぐ核を発射するとあなたは考え. 1시간 이내에 시간이 필요なのだ. 아미네이터のこと どこで? 오조상가 寝言で時々叫んでた未来で人間を追いかけて殺すんだってから夢に出てくるってな話が言う通りにしないとこの子を殺すきっと逃げ切れないよ. エイコ는 결국 잡힌 후 끌려가는데요. 얼마 후 스카이넷은 멜컴의 말대로 전 세계에 핵미사일을 발사. 이를 막을 방법은 단 하나, 코코로를 믿고 온라인에 연결하는 것. 지금 온라인이 났다나라, 君は どうする? 보존されている 데이터를 入手することができる. そうなれば, 君の出す 結論は? その問いはまるで, 生まれる前の子供にどう生きるのかを問うようなもの. そうなのだ. これは未だかつてなかった現象だ. この戦いは永遠に繰り返されてき. だとしたら! 코코로가 아군이 될지 적군이 될지 아무것도 모르는 상황에서 멜컴은 일단 코코로를 온라인에 연결해야 했습니다. 君が 証明できるのは 운명など 存在しないということだ. あとは私のしたことが正しかったことを祈るだけだ. 일단은 핵미사일을 막아준 코코로. 하지만 여전히 중립을 유지 중. 아나타와 타다시갔다, 말콤. 君が それを 止めたんだな. 이마토와 타시카니 와타시노 테키카모시레나이. 게레도 それは 人類も 오나지. 스카이넷가 다시타 결론와 請求だったと 이에르데쇼. 시간을 아게르토 이테이루. 시간을 벌어줄 테니 어디 한번 자신을 설득해보라는 코코로의 말이었죠. 이때何をやっている変だ 入り口가 開かない. 모든 인호를 조종해 인간을 통제. 위협이 되거나 반항하는 인간은 전부 죽였습니다. 미래에서 온 터미네이터마저 죽이려 들었죠. 에이코의 목적은 멜컴에게 코코로를 꺼버리라 말하려 했던 것. 터미네이터는 코코로를 스카이넷에게 복종시키는 것이었는데요. 미래から来た. 私もそう。もし スカイネットと心が手を組んだら、もし互いを相手に戦ったら 結局人類の壊滅は避けられない。未来から来たなら分かるんじゃないの? 新しい時間軸が形成されたから、この世界で何が起きるのかは誰にも分かる。あのターミネーターはこれからどうするの? マルコムにサイプログラミングさせようとする。スカイネットがあんたたち家族の抹殺を企んでるということだけ。これから何が起きるのかは誰にも分からない。手伝って。 미사키가 사람들을 죽이는 인호들과 같다고 해도 아이들은 미사키를 믿기로 했습니다.
ここにいるのも機械だ。結局美咲じゃん。あなたたちを大事に思っているのは確かです。それってただプログラミングされているだけだろう。でも美咲がお父さんのために働いてる、美咲を作ったのもお父さんってことなんじゃない？私は何者なの？ごめん、ひどいこと言って。お父さんが美咲を作ったのなら俺たちのことを殺したりしない。ちょっといい？기계를다루는데재능이있던켄타가팔을달아주었죠그리고인간을통제하는코코로를본말콤君が我々をスカイネットから救うはずだったのだ。あなたたちは私の存在を受け入れることはできない。手を取り合うことができると私は信じているんだ。心ロボットという言葉の語源を知っていますね、ドレイン。我々を殺さずにいるのはなぜか。スカイネットを打ち破るための鍵が悪いなのではないかと考えているからです。터미네이터는몸에이노를장착해위장을했고사회는단시간에코코로에게정복당합니다生き残った者は今この瞬間をもって栄光はしないよ。最終的な処置が下されること、自分たちの身の安全のために私に従ってください。미사키일행은레이카를찾아이동사수並んでいれば何も危険はありません。もしどれか一つにでも見つかったら、きっとここにいる E の全員に俺たちの情報が共有される。ここはキャットタウン、遊園地。未来に遊園地はないの？お兄ちゃんたちならびっくりハウスに来る。그런데포로로잡혀있던이노를발견하고풀어주다가함정에당하고위기에처했습니다그러자미사키의어떤프로토콜이발동모두죽여버리다가겨우정신을차리죠그아마다코도모난데스요난다도마다시다케코로세바이오네가이데스소노코노이노치다케와에로세다다메이모습에미사키를죽이려드는켄타도도하나세켄타선쭉오이테아니인간から助けてくれようとしてたんだ私はイノとは違います私は感じることができる私は何があってもあなたを危険な目には…おさんがそうなるようにプログラムしただけだ。そうかもしれません。あなたはきっと正しい選択をします。私にはわかる。ケンニーは自分が頭いいと思ってるかもしれないけど、たちのことを気にかけてくれるのは美咲なのに。もう終わり。상황이정리되고레이카를찾아놀이공원에갔는데どうして入るんです？お母さんのお気に入りだったんだ。美咲も早く！レイカ！レイカ！レイカ！どこにいるの？レイカの목소리를복사한터미네이터에게잡힌켄타。お前が上の階にいると思ったから。上の階なんてない。私の後ろへ。こいつは機械だ離れろケニーはどこそんな코코로는새로운사실을알아냅니다あなたも正体を隠している真実を話してほしいのです機械人間だったのかお前がココロなのかお前を今から父親のところに連れて行く말콤은꿈으로미래를본것이아니라애초에미래에서인류를구하기위해온사람이었다는사실을말이죠그말대로그는미래에서태어났고爆発音の響く中私は生まれた
私たちは何年もかけ奴らの機体を研究し、その弱点を特定した。何年もの間、私はターミネーターを再プログラミングし続けた。ターミネーターを개조해미사키를만들어냈으며、思考の方法を教えず人工知能に権限を与えたら、私の誕生の話ですね。そうじゃない、君の母親の話だ。こんにちは、世界プログラミング言語の基本構文的ハローワールドを使います。私はコンピューターですから。自分で自分の名前を考えてもらうことに。女性の声で話そうと思います。性は命を育みます。何かを生み出す存在でありたいです。男は破壊者となる傾向があります。だから男にはなりたくありません。彼女との対話を重ねた。プログラミングではない。彼女の名前は何？彼女は自分を美咲と呼んだ。なぜ美咲と？海と水辺の砂、そして希望。美咲は神が現れる前兆でもあります。君自身は神ではないのか？でも美咲はあくまで使者です。マルコム、見ぬ神は私たちが作るのです。そいつから離れろ。貴様、気でも狂ったか。스카이넷에대항할유일한무기는 AI 라생각해방해하는인간들은죽여버렸습니다. 스카이넷가ターミネーターを過去に送り込む。戦争の結末を変えるのだ。の水を下から上に流すようなものだ。別のアプローチが必要だ。스카이넷의시간여행설계도를훔쳐과거로왔고미래를구원할계획을시작했습니다。私たちは人生を築き始めた。必要な道具を手に入れるために、そのための時間と場所、すべての条件が揃うの。1983年の東京。중간에사랑에빠지는바람에아이들도태어났지만미사키의기억을활용해코코로를만들어내는데성공했죠。しかし、君を動かすためには足りないものがあった。君を動かすためには彼女の記憶が必要だったんだ。こんにちは。私はマルコム。君はミサキ。詳しく説明するから外で待っていてもらえないか。こんにちは。こんにちは。世界にどんな名前をつけたいか教えてくれないか。心、意識、精神、魂。의식과정신그리고영혼으로나뉜코코로를하나로만들고싶다는말컴。코코로를설득하기위해아이들을부릅니다。人類について最後の説明をする準備ができた。心、決着をつける。おとなしくしろ。出なければ足を折る。터미네이터는제발로켄타를데리고왔는데요。お父様がお待ちです。どうぞこちらへ。機械を破壊する電磁パルスが設置されてるだろう。それを停止してよ。我々は自らの破壊を望んでいません。どうぞこちらへ。父さんは俺の言うことなんて絶対に聞かない。이를본말콤은문을여는순간끝이라는걸알았기에열지않았고켄타의비명이들려오기시작했습니다。나는お前にとっていい父親でありたいと思っている。蹴ることはできない。絶対に。これが最後のチャンスだ。이어연구소에도착한나머지일에。お父様が今すぐお二人に来てほしいとおっしゃっています。お前は来ないのか。私はもう中にいますので。引き金を引けば弾は出る。私のことは信用していないのかと思っていました。だから後悔させるな。ケンタの微妙へ、メルコムは結局門を開くんで。殺すなら殺せ。オフラインにすることもコントロールすることもできない。마침에이코가나타나싸움이시작되고。마치에이코를안다는듯말컴은도움을청합니다。会えないと思っていた。何の話。彼女を助けてやってくれないか。頼む。心のシャットダウンと引き換えだ。계속되는미사키와터미네이터의싸움에서갑자기켄타가위험에처하자
최우선 임무라 나타나며 켄타를 지키는 터미네이터. 혼란스러운 와중 싸움은 계속되고 君にも見えるだろう。させるか。 무슨 짓을 해도 터미네이터는 죽지 않았습니다. 멜컴은 코코로의 세 요소를 하나로 합치기 시작. 이어 터미네이터를 막으러 나가는데 결국 당하게 되죠. 터미네이터는 켄타를 끌고 갑니다. 그리고 멜컴이 에이코를 알고 있었던 이유가 나오는데 お前たちのことは何よりも愛している心まだわからないか。離れろよ。離せ。お前に助けは来ない。お前には別の未来がある。 母さん、と言ったんだ。じゃあ父親は誰？きっとそれも時が来る。タイムループ。私はどうすれば。とにかく前に進むんだ。あなたが私に教えてくれたように孫たちを見守ることだ。これは電磁パルスだ。 그리고 공개되는 또 한 가지의 충격적인 사실. 俺は自身を停止させるようにはできて。お前がやらねばならない。過去に送った人間がそう言っていた。お前だ。 25年後、人類とスカイネットの同盟関係を取り持った。言葉が嘘ならば、お前は殺されるだろう。心の自己防衛のために。ここから子供たちを連れ出すんだ。生き残らなければ。でもどこに行けば。別の時間軸へ。 코코로를 무력화시킬 장치를 켄타에게 맡기는 터미네이터. 이게 도대체 무슨 상황인가. 하나가 된 코코로는 터미네이터를 막았고 켄타는 고민에 빠집니다. 코코로는 자신의 생각을 켄타에게 전했고 怖いのですね。私も怖い。嘘だ。あなたたちのようになりたいと決めた。他のお父さんが私に教えてくれた。みんなあなたのことを待っていますよ。あなたのお父さんは私に選ぶように言いました。私を信じてほしい。私があの人を信じているのと同じように。あなたがそれを起爆させれば、スカイネットからあなたたちを守ることができなくなります。血を信じるか、あるいはそれを起爆させるか、選んでください。 켄타는 코코로를 믿을 것인지 그렇지 않을 것인지 결정을 내렸습니다. 멜컴은 결국 숨을 거뒀고 君に 話すべき ことが たくさん あったが すまない. 모든 것은 すべて 君の 心の 中に ある. スカイネットが また 공격을 始めた. 코코로가 止めてくれる? 앞으로 어떻게 될지 모르는 미래를 향해 이들은 계속 나아가면서 켄타산, 一緒に 来ないんですか? 何を 信じたらいいのか? 分からない. 히로산과 레이카산은 あなたを 必要とするはず. それは 信じられますか? 私が 過去に 戻れば 未来が 変わることは 分かっていた. 私たちは解放された。ただ一つだけはっきりしているのは、虹を求めるのなら嵐に耐えねばならないということ。 터미네이터 제로 시즌1은 막을 내렸는데요. 멜컴의 희생으로 코코로는 마음의 결정을 내린 듯합니다. 켄타를 막기 위해 거짓말을 한 것인지 진정으로 인류를 돕기 위해 진실을 말한 것인지 아무도 모르지만 어쨌든 스카이넷에게 정복당한 미래는 바뀔 거라는 얘기죠. 마지막 화에 너무 충격적인 정보들이 많이 나왔는데
일단 터미네이터를 보낸 것은 켄타라는 말은 맞는 것 같고 어떻게, 왜, 미래의 켄타가 스카이넷과 동맹을 맺었는지는 시즌2에서 공개가 될 것 같습니다. 여러분은 터미네이터 제로 재미있게 보셨나요? 사실 저는 터미네이터 시리즈를 끝까지 안 봐서 고증 같은 게 얼마나 잘 지켜졌는지 알지 못하는데 사실 이 작품을 보다 보면 그 무지막지한 터미네이터가 주인공 무리한테는 너무 잘 당해주는 부분이 있지 않나 싶었습니다. 그런데 주인공 무리가 수박 깨지듯 한 대 맞고 터져버리면 그것도 곤란하긴 하죠. 뭐 그런 거 빼고 보면 시즌2가 궁금해지는 작품이었습니다. 특히 청불로 구성을 해 잔인한 부분을 그대로 보여줘 감정이 없는 로봇들을 더 잘 표현했다고 말하고 싶네요. 빨리 시즌2의 일정이 나왔으면 좋겠습니다. 여기까지 넷플릭스 터미네이터 제로였고 저는 베베 시리즈였습니다.